はい、皆様こんにちは。ボンバーモーセ姫です。本日もご視聴いただきましてありがとうございます。今日なんですけれども、以前リクエストをいただいてた内容になります。ズバリキーコ、キツネが豚箱に入るかどうか。さあ、今日はこのルノルマンカードで見ていきたいと思います。いろいろね、ジャニーズの件など犯罪を、ね、犯している可能性が大の狐。はい、じゃあ行きましょうか。じゃあ今日はね、ダブルのルーマン使っていきます。おっと、珍しく、ね、キーコにワンちゃんが出ました。はい、相変わらずね、権力とかパワーとか使ってるのかなみたいな。はい、クマ。本ですね。さてさて、キーコが、ちょっとここごめんなさい、眩しいですね。で、キーコが豚箱へ行くかどうか。無知。さて、左がキーコ、周りが、今回は例えば逮捕したいとか豚箱に入れたいとか思ってる人たちということにしましょう。そして豚箱に行くかどうか。キーコは船が出ました。逃げる気みたいな。はい、お、捕まえたいとか豚箱に入れたいという人は太陽です。そして小さい豚箱、さあいかがでしょうか。鳥。じゃあ、あと1枚ずつ出していきます。おーっと、出ましたよ、キーコにはおなじみの蛇。これね、過去からやっぱりこう犯罪級のことをしていたということかなと。ワンちゃんとヘビで、もし今回がそのね、ジャニーズとかの件であれば、やっぱりお気に入りの子がもういたとね、もう一回じゃないよっていうふうなことを表していると思います。そしてクマに鳥、これかなり強い証拠、あるんじゃないかなっていう感じですね。もうこれなんかいつ動いてもおかしくないよっていうぐらいのなんかものが、写真だったりとか証拠だったりとか、ね、動画だったりとかあるような気がします。すいません。はい、本時。ね、ここでも少し、やっぱりこう慎重にならざるを得ないというか、こう慎重に証拠とかをこうより集めていくっていうことのような気がします。そしてムチと、また出たクマ、ムチとクマ。このね、クマはいい意味で権力を使うっていう意味で、なんかね、こう頑張ってほしいなと思っています。例えば皇族だろうが何だろうが、悪いことは悪い、法律違反は違反みたいな。
そういうのをなんかやれる、なんかやっていいんだよっていうのがアドバイスかな。はい、そしてキーコの方は船とクロス、逃げ切れるとでも思っているのでしょうか。船とクロス、そして太陽と、また出たワンちゃんね。あ、これすごいですよね、この対比が。もうキーコ、こうなんか逃げることしかもちろん考えてないし、これなんか死ぬまで逃げるっていうことなのかな。はい、ちょっとラストのカード、鳥と雲、あ、雲ですね。あ、やっぱりね、なんかやっぱどうしてもね、ちょっと時間がかかるっていうのがね、出ますね。まず、今回やっぱりあの罪を、まあ、犯しているかどうかっていうと、もうちょっとここ見にくくなるんだけど、もうすれば確実なんですよね。やっぱもう罪をこの人はあの犯している、まあ、それもなんかこう女性としてなんか可愛い子たちをしてたんでしょうみたいな、それがあり、そしてこのね、こう捕まえたいと思ってる人たちのやっぱりこう気持ちが、やっぱり最後は絶対正義が勝つよねっていうのが出てるんですよね。出てるし、こう例えばキーコだから絶対捕まえるとか、なんかそういうのじゃなく、もう本当に悪いのは悪い、冷静な目、こう公平な目で見ても、やっぱり正しいことをしたいみたいな、なんかそういうこう純粋な気持ちが見えるかなというふうに思っています。そして今もしかしたらこのキーコはいろいろな、まあ、拘束パワーを使ってこう守りに入ってる部分っていうのがあるかもしれない。でも同じくアドバイスにもクマなんですよね。なのでこう権力対権力の対決、なんだけど、もうこれもう無理やりもう動いて、若干強引さがあってもいいさみたいなのが出ていて、ただまあ実際はやっぱりこう強引に動けない部分もあるっていうことで、こうのんびりしたカード、そして今のところはね、こうグレーっていう感じになってるんだけど、今補助カード出してみます。よいしょ、ね、いい加減動いてほしい。お、太陽が出たよ。お、こクロスですよ。すごいですね、やっぱりこのね、あの今回のカードの強さが。そして怒り、なんか罪をね償いなさいみたいな。魚、花束、あ、棺桶、すごい。はい、あのもう結果的にあのキーコは、はい、私は豚箱に行くと思います。行くと思う。ここの、あ、ここのカードが、まあ、木とか雲とかが出てるから、どうしてもなんかこう即効性があるカードではないんですよね。動きが早いカードではないんだけれども、アドバイスにはもっと動きと強引さを出していいんじゃないかっていう風な、なんかこうポジティブな、そういう意味のポジティブなカードが出てるし、もう今回、まあ、太陽とかクロス、もうこれが出ているっていうことは、もう自分がした悪事がもう裁かれる、功に出る、明るみになる、そういう風に思いますし、
怒り、魚、花食べ、まあね、まあお金とかそういうもので逃げようとするかもしれないけれども、結果的にはもう暗いところで寝ますみたいな、もうこれ豚箱行きますみたいな、うん、それが出ているので、もう必ず、うん、このキーコは豚箱に行くでしょう。皆さん、もうちょっとの辛抱です。以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございます。